ただ今から平成30年年頭にあたりましての安倍内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに安倍総理からご発言がございますその後皆様方からのご質問をお受けいたしますそれでは総理お願いいたします皆様明けましておめでとうございます平成30年の始まりにあたって先ほど伊勢神宮を参拝いたしました第2次安倍内閣発足以来 6度目の新年を迎えまず冒頭これまでの国民の皆様のご理解とご支援にこれからの御礼を申し上げます家族が集う年末年始も遠く離れた海の大動脈アデン湾で海賊から世界の船を守る諸君がいます海上 保長の諸君は、そして自衛隊24時間体制で、我が国の領土、領海、領空を守るため、今この瞬間も全力で任務に当たっています。そして、日本海に展開するイージス艦の上で、またそれぞれの基地で、北の空を狙い見ながら、北朝鮮の脅威に備える自衛隊の諸君、 その強い使命感にそして責任感に対して改めて敬意を表したいと思います昨年北朝鮮は核ミサイルによる挑発行動を一方的にエスカレートさせました我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではありません いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしは守り抜く従来の延長線上ではなく国民を守るために真に必要な防衛力の強化に取り組んでまいります同時に北朝鮮の政策を変更させるためこれからも国際社会と連携して力強い 外交を展開する昨年の総選挙での国民の皆様からの信任を大きな力に本年もきとした外交を進めてまいります本年は明治維新から150年の節目にあたります幕末植民地支配の波はアジアにも押し寄せました その大きな危機感が日本人を奮い立たせ私のふるさと長州では商家村塾に身分に関わりなく多くの若者たちが集いました武士農民町民それまでの地位や立場に関係なく志を持った人々が全国各地で立ち上がり 明治国家建設の大きな原動力となった初代内閣総理大臣の伊藤博文はもともとは農家の出身であります。そうもう屈き、あらゆる日本人の持てる力を撤収し近代化を一気に落ち進めることで先人たちは独立を守り抜き 国難とも呼ぶべき危機を克服しました今また我が国は少子高齢化という国難とも呼ぶべき危機に直面していますしかし必ずや克服できる高齢者の皆さんも出産や育児を機に仕事を辞めた女性の皆さんもかつて 何らかの事情で高校に進学できなかった方々も障害や難病のある皆さんもすべての日本人にチャンスあふれる一億総活躍社会を作り上げることができれば我が国の輝かしい未来を切り開くことができる私はそう確信しています。人口が減少する日本は もう成長できない6年前は日本には悲観論ばかりが溢れていましたしかし5年間のアベノミクスによって生産年齢人口が390万人減少した中でも雇用は逆に185万人増やすことができました 有効求人倍率は北海道から沖縄まで47すべての都道府県で1倍を超えています。これは高度成長期にも実現できなかったことです。名目 GDP は50兆円以上増加し過去最高となりました。内需主導の成長により日本経済は今、 20年近く苦しんできたデフレから脱却への道のりを確実に前進しています未来は変えることができるすべては私たちの意思と行動にかかっています本年働き方改革に挑戦いたします正規 非正規、雇用形態にかかわらず、昇給や研修、福利構成など、不合理な待遇差を是正することで、多様な働き方を自由に選択できるようにします。長時間労働の上限規制を導入し、長時間労働の慣行を断ち切ります。 ワークライフバランスを確保し、誰もが働きやすい環境を整えてまいります。70年に及ぶ労働基準法の歴史において、まさに歴史的な大改革に挑戦する。今月召集する通常国会は、働き方改革国会であります。子育て、介護など、 それぞれの事情に応じた多様な働き方を可能とすることで一億総活躍の社会を実現してまいります。1年前取りの念頭にあたって私はこの場所で取りはしばしば政治の大きな転換点となってきた。そして変化の1年となるが大切なことは ぶれないことだとだ申しし上げました少子高齢化を克服するためそして一億総活躍の社会を実現するために我が国の社会保障制度を全世代型へと大きく転換していかなければならないその揺るぎない決意のもとに昨年は解散・総選挙を断行しました。 その時にお約束したとおり消費税の使い道を見直し2兆円規模の財源により子どもたちの未来に大胆に投資します人生100年時代にあっていくつになっても誰にでも学び直しとチャレンジの機会を確保いたします2020年さらにその先の未来を見据えた 日本の新しい国づくりに向けて私たちは今大きな一歩を踏み出しました。本年,は犬年です60年前の犬年は高度成長時代の幕開けを告げる東京タワーが完成した年です。48年前の大阪万博では動くほど 携帯電話コンピューター制御の自動車リニアモーターカー科学技術がもたらす未来社会の姿に多くの日本人が心を躍らせました相場の格言に「猿取騒ぐ」「犬笑う」という言葉がありますが騒がしい取り年の次にやってくる犬年はこれまでも人々が 笑顔に包まれる年次なる新しい時代への希望が生まれる年となってきました。来年に向かって私たちがどのような国づくりを進めていくのか、この国の形、理想の姿を示すものは憲法であります。インド史の今年こそ新しい時代への希望を生み出すような 憲法のあるべき姿を国民にしっかりと提示し憲法改正に向けた国民的な議論を一層深めていく自由民主党総裁として私はそのような一年にしたいと考えております犬の嗅覚は人間の1億倍とも言われていますどんなに遠い道のりでも その花で自らの進むべき道をすっかりと見つけ出すことができます聴覚も優れておりその耳で人間には聞こえないような音も聞き取ることができるそうであります私も声,なき声にしっかりと耳を傾けていくこれまで以上に感覚を研ぎ澄まして 我が国の進むべき道をしっかりと見定めながら国民の皆様と共に新しい国づくりを力強く前に進めていく決意であります最後となりましたが本年が国民の皆様にとりまして素晴らしい一年となりますことをこれから記念いたしまして私の念頭における所感とさせていただきます 私からは以上ですはい、それでは皆様からのご質問をいただきますご質問される方は所属とお名前を明らかにした上でですねお願いをしたいと思います初めは内閣社会の代表の方からお願いいたします藤田入りの山田と申しますどうぞよろしくお願いします今年の通常国会では自民党が憲法改正の発言を目指し与野党の議論を加速させていく方針だと伺っています自民党内には今年中の国会発言を求める声がありますが 総理は憲法改正に向けて国会でどのような議論そして成果を期待されますでしょうかまた秋には自民党の総裁選挙も控えていますが総理の出馬への意欲をお聞かせください、えー、まあ憲法は国の未来理想の姿を語るものであります国民主権基本的人権の尊重平和主義 この基本理念はは今後も変わることはありません、まあ、その上で、時代の変化に応じ、国の形、在り方を考える、議論するのは当然のことであろうと思います。大いに議論すべきだと考えています。まあ、そこで私は、まあ、昨年の5月、 まあそれまで停滞をしていた理論の活性化を図るために遺跡を投じました。事実その後党内での議論は活発になったと思います。具体的な検討はまあ党にすべてお任せしたいと考えています。もとより憲法改正は国会が発議し、そして最終的には国民投票によって。 国民ののの皆さんの意思によって決ままるものでありますそれが、まあ、通常の普通他の法案とは違う点で大きく違う点であります各党における、まあ、今後ですね憲法調査会において活発な建設的な議論が行われそして、まあ、具体的な案を持ち寄りながら議論が進んでいくその中で国民的な 理解も深まっていく。まあスケジュールあるきではありません。与党野党に関わらず、広い合意が形作られることが期待されています。えー、まあ総裁選、えー、総裁選についてのご質問がございましたが、まあ総選挙において、えー、生産性革命、人づくり革命を行っていくこうお約束をして国民の信任を得ました。それを 実行していくことが私の最大の責任であります通常,通常国会においては集中して通常国会においてもこうして結果を出していくことに集中していきたいとこう考えていますその先のことはまたその上で考えたいというふうに思っています はい、それではあのお次の質問はあ三重県の県政記者クラブの代表の方からの質問させていただきます。どうぞお名前と所属とお願いいたします。 えー、三重県政記者クラブ代表いたしまして幹事社三重テレビ放送の坊野と申します総理新年おめでとうございますえさて去年10月台風21号がありまして三重県内にも甚大な被害がありましたえ地震津波のみならず今後風水害への対策の重要性を再認識させるものでした今後国としての風水害対策強化の方針をお聞かせください、えー、昨年は7月の 九州北部豪雨、10月の台風21号など、各地で過去に例を見ないような大雨が降り、風水害による甚大な被害が全国各地で発生しました。また、三重県も我が国でも非常に雨の多い地域の一つです。台風シーズンになれば、三重県の皆さんも不安な思いで、 過ごしておられるんだろうと思いますこの災害に対して防災減災対策は我が国にとって勝負の急であると考えていますまあ、そうし政府としては河川の氾濫を防ぐ対策に加え氾濫した場合にも被害を軽減する対策や水害リスクとや取るべき避難行動の住民への 周知などの総合的な取り組みを地方自治体と一体となって推進をしておりますこの三重県においても鈴木英系知事をはじめ三重県地方自治体各市町村皆さんともですね連携しながら徹底していきたいと考えています特に昨年中小河川において水害が頻発したことを受け全国の中小河川において 氾濫の防止土砂の流出や流木の抑止水位の監視強化の3つの対策を今後概ね3年間で緊急的に実施してまいります三重県では8つの土砂流木災害の危険性が高い経流や181カ所の浸水の危険性が高い地点等が対象になっ ているものと承知をしております伊勢市を流れる伊須津川の堤防も強化してまいります今後も国民の生命と財産を守るためにこれまでの災害で得られた貴重な教訓を生かしソフトハードを組み合わせて防災減災対策に万全を期してまいります それではあの再び内閣社会の代表の方からご質問をいただきます引き続きよろしくお願いします年を越えてもなお北朝鮮情勢は緊迫の度合いを増していますこうした状況の中アメリカ中国ロシアなど関係国と連携するため総理は外交面でどのように指導力を発揮していくお考えでしょうか関連して昨年中の開催を目指していた日中韓の首脳会談はいつ頃の開催を目指すお考えでしょうかお聞かせください そし北朝鮮の核ミサイル開発はこれまでない重大かつ差し迫った脅威であります我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しい状況であると言っても過言ではないと思います北朝鮮が我が国をはじめ国際社会の平和的解決への強い思いを踏みにじり挑発 行動をを繰り返していいるることを断じて容認するわけにはいけません我が国が安保理理事長を務めた昨年12月に北朝鮮問題に関する安保理閣僚級会合を開催しましたそして昨年11月にトランプ大統領が来日を支え北朝鮮に対する圧力を最大限まで高め北朝鮮の政策を開催していく。 ということで完全に一致しましたが、この基本的な考え方にのっとって、日本は議長国として、この閣僚級会合において、核武装した北朝鮮は断じて受け入れられない、いかなる挑発行動にも屈することなく、国際社会で一結束した北朝鮮への圧力を最大限に高め、北朝鮮の政策を変えさせなければならない。まあ、この考え方において、 国際社会の意思が改めて明確に示されるこ,とになりましたこのような国際社会の意思を具体的行動で示すため石油製製品の供給を昨年と比べ9割削減するなど制裁措置を前例にないレベルまで 一層高める。安保理決議は中国やロシアも賛成し、全会一致で採択されました。1月と2月と。寒さが一層厳しくなっていく中。北朝鮮における。制裁の。効果を注意深く見極めてまいります。 北朝鮮には本来勤勉な国民がいて豊富な資源があります正しい政策さえとれば国民をもっと豊かにできるはずであります北朝鮮の政策を変えさせるために日米日米韓でしっかりと連携しそしてまた中国やロシアを含む関係国とも緊密に連携をしながら アンリ決議の完全な履行等を通じて、国際社会全体で北朝鮮への圧力を高め、北朝鮮の核・ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題の解決に向けて、全力を尽くしていく考えであります。日中間サミットについては、お互いの都合のいい、そしてできるだけ早く、 早期に開催したいできるだけまあ、お互いに都合のいい時期にですねできるだけ早期に開催したいと考えております現在中国とそして韓国とですね調整を行っておりますそれでは次に最後の質問にさせていただきます三重県県政記者クラブからお願いいたします毎日新聞の井口と申しますよろしくお願いします リニア中央新幹線の入札不正を東京地検特捜部が捜査中ですが、2016年の参院選で安倍首相自ら前倒し開業も表明された名古屋・大阪間を含めた後期スケジュールに変更はあるでしょうか、お聞かせください、えー、リニア中央新幹線はです、ね、日本が世界に誇る最先端の鉄道技術です。 東京から名古屋へは40分、大阪からは25分程度、もしこれが完成すれば伊勢神宮にももっと短時間で参拝できるようになります。工期については、9年後の名古屋までの開業を目指し、工事が進んでいます。また、大阪までの全線,線開業も、在庫を活用し、最大 8年間前倒しししを可能としましたなお、工事の受注において不正があったとされる件については、先日、石井国土交通大臣より、東京地検による捜査の進捗状況を見守っている段階であり、現時点では、中央新幹線の工事や開業時期への影響について、お答えする段階ない、旨、お答えしているものとま承知をしています。 その上で、リニアと新幹線による高速鉄道ネットワークを軸に、東京や大阪、名古屋がハブとなって、日本全国、北から南まで地方と地方をつないでいく、地方創生回路をつくり上げ、全国を一つの経済圏に統合することで、地方に成長のチャンスを 生み出して決意でありますその決意には変わりはありませんはいありがとうございましたそれでは以上をもちまして安倍内閣総理大臣の平成30年年頭記者会見を終わらせていただきます皆様のご協力に感謝申し上げますありがとうございましたありがとうございました